物価の高いところで稼いで安い日本で暮らすのが正しいんですよ。為替の影響でも儲かるよねっていう天丼一杯数千円取ってる。はい、どうもこんにちは、ストイキです。こんにちは、青です。今回はね、フリートークということで緩くフリートークから撮っていこうかなというふうに思います。昨日撮影して、昨日10本撮って、今日も10本撮って10本目でフリートークしてるんで、昨日から今日見かけて何があったかしか喋れないんですよ。昨日何がありました？昨日の夜。昨日の夜はソラさんとソータさんっていうインスタグラマー、ツイッター界隈のドンたちですね。そうです、密会してきました。どうでした？みんなすごいですよ、行動量と戦略。頑張ろうと思いました。どんな話するの？最近お互いそれぞれ SNS で試作を見るじゃないですか、あれはどういう意図なのと、どういう結果なのっていうののシェア会と、お互いなんか気になってることとか今後どうするみたいな。今後どうするの？私の今後あんまないんですよね。 YouTube やるみたいな話したんじゃない？そうです、そうです。 YouTube 個人でやるわって言い出しました、ね、あと L ステップ熱いよと、コンテンツ販売しっかりやった方がいいよねっていう、ためらう人多いけどっていう話でしたかね。あと最近出てる他社さんのオンラインスクールとかどうなみたいな。インスタ系のスクールも増えてきたよね、最近。増えてきましたね。うぞうむぞうです。うぞうむぞうだよね、3年前ぐらいインスタで稼ぐ系のスクールで100万ですみたいな説明会ってことある。どうでした？その人のフォロワー自体が多分2000人とか3000人ぐらい。おお、結構攻めるよね。結構攻めますね。このままだとキーがなくなるということを察知したんでね。泣きしがむいた。絶対に許さない。しかも私が買ってきたんですよ、今日キウイが食べたい。今日なの？はい、キウイがあったからさ、冷蔵庫に。いやでも最近めちゃくちゃ仕事してるよね。どう？してますよ。1日8時間ぐらいしてんじゃない？モリモリですね、それは。もっとしてない？うん。撮影10本撮っても4時間とかで終わりますもんね、で考えると8時間仕事するって無理じゃないですか。ずっと生産活動してるときついよね。とりあえず聞いてるだけの会議とかがあって、はい、中和されて8時間なんだよね。法人の人と取引すると会議多くてびっくりするんだよね。こんな会議するみたいな。会議って言っても誰かがアウトプットしてるのを聞いてるだけの時間とかあるからさ、動画にしといてくれたらよくないみたいな。動画で10分報告して疲れた時にみんなが聞くみたいな感じでいいじゃんって思うんだけど、そうじゃなかったりするんだよね。私会議苦手で結構。そうなんだ。なんで？ズームとかダメなんですけど、ご挨拶がてら一度ズームでもしましょうみたいに言われると、顔合わせみたいなね。いるかなって思っちゃうんですよね。どんな小学生でした？普通だと思ってた。ビデオとか残ってるんだけど変だね。音楽発表会であえてちょっと目立つために舞台にさ、みんなで歩いていくじゃん、列で組んで、ちょっとわざと遅く歩いてちょっと出しして、へー、目立ち高い系なんですか？全然覚えてなかった。うわーやってんなみたいな感じだったね。変な目立ちたがりやったかもしれないね。目立ちたくないとこでは目立ちたくないのに、目立ちたいとこでは目立ちたいみたいな。ちょっとシャイなイメージもありますけどね。はい。父ちゃんはどんな小学生だったの？あ、でも目立ちたがりだったかも。学芸会主役やりました。ほんと？すごくない？ゆとり世代じゃないけど、平等性がある。はいはいはい。全員木の役やる。そうです、学芸会の話。な、主役も学年で10人ぐらいいる。そうなの？交互にやってるんですね。一部の、そうです。今どき木の役とかないですよね。わかんない。学芸会なかったの？文化祭とは違うの？小学校の文化祭みたいなもんです。小学校か、なかったな。そんな太鼓の発表会とかそういう系だったな。劇とかじゃなくて地域性もあんのかな。和太鼓も全員でやって和太鼓の発表やるみたいな。最近さ思うけどさ、 SNS で炎上多くない？スシローですか？こんなやついたよって晒し上げてリツイート稼ぐ系多くない？ああいうのが起きると経済状況が悪くなるし、コロナ前とかもちょっとあったらしくて、ああいう風潮。値上がり一気にしたくなりますもんね。電気代数字で高くない？見た？見たんですか？むしろ見た。弊社が払っておりますけど、家賃が弊社、水道ガス光熱費が御社なんだよね。そう、撮影場所ね。そうです。見てるんですか？まあ、一応私がこの前高いって文句言ってたから、高くないって言ってるだけで。なんで笑ってんの？でも青くんも言ってた。あ、本当ですか？ガスの噂ってことですね。物価の影響ってやっぱさ、アメリカとかが物価上がると日本も遅れて1年後くらいに来るみたいな、よく言うじゃん。去年7月ぐらいかな、アメリカ行ったの覚えてる？その時にさ、コーラ激高だったじゃん。500円とかしてセブンの、セブンのコーラで水でポーカー会場で1000円とかしてさ、高みたいなのツイッターでちょっとさリツイートもらってさ、あれがちょっと来てる感じあるよね、物価の高騰が。アメリカってポーカーのディーラーさんで時給6000円らしい。チップで3000円、ベース時給で3000円みたいな、合計6000円もらえるらしくて、だからやっぱ外貨を稼ぐの欲しいよね。そうそうって思い始めてきた。だからさ、ロスでポーカープロ結構ありだよね。勝てるもんね、ロスならね。大変だろうけど、メンタルもぶれるし。それこそ外貨を稼ぐ方法で言うとさ、ポーカーの期間があった時にさ、洗濯代行やりますみたいなのでさ、現地でドルもらってる人がいたじゃん。いわゆる日本人のポーカープレイヤー向けに2ヶ月とか大会があるから、その大会期間中でホテルに滞在してる人ってホテルに頼むとめちゃくちゃ高いのよね。
洗濯が T シャツ1枚1000円とか洗濯かかるじゃん。ビビったよね、あれね。 T シャツより高いんじゃないかぐらいの価格になってて、で洗濯代行やるよって人がツイッターにいて、1回まとめてホテルの前に出しておいてくれたら洗濯して乾かして畳んで置いときますみたいな。めちゃめちゃ賢いよね。気軽に代価を稼ぐ人っていうのも今後増えてきそうだなっていうイメージを持ってます。アメリカ5割がフリーランスらしいですよ。そうなの、やばいね。だからウーバーとか流行るんだろうね。ああなるほど、背景ありそうですね、うん、だから外貨稼ぐってなった時に謎なのが、タイでラーメン屋始めますとか言うとたまにいいんじゃん。外貨を稼ぐためにですか。そうそうそう、なかなかのチョイスですねそれ。発展途上国側に行こうみたいな、物価が安いところに行こうみたいな、はいはい、結構多いんだけど、なぜ物価が安いところで稼ごうとするのか結構謎で。でもいない、たまに聞いたことない。あんま聞かないです。物価に安いところに移住するは聞きます。あそうそうそう、結果的に物価の安いところに移住しちゃって物価の安いところで働いて日本に戻ってくるみたいな人結構いて、物価の高いところで稼いで安い日本で暮らすが正しいですよ。タイが稼げるみたいなんて一時期あって、タイの不動産とかで稼いでたりするの、物価の安いところで不動産上物買って利回りを得ながら物価が上昇していくと物件価値が上がっていくじゃん。だから疑似的な利回りがすごい高くなるのね、はい、例えば500万円の物件買います、年利 10% で貸してますってなったら50万円入るわけじゃん、はい、で50万円入ってそれが物価が上昇していって周りの家賃相場とかも上がっていって家賃の相場が100万円年間になったらさ、実質的に 20% の利回りになるわけじゃん、はい、で相場がそれくらいだったら1000万で売れるから、保有してたら 20% で物件貸し続けられるし、売却したら倍になるし、なんなら発展していってるってことはその通貨の価値が上がっていくってことだから、うん、為替の影響でも儲かるよねっていう。すごい、そう3つ美味しい、ね、そうそうそう、3つ美味しいから海外でこういう事業やるのいいよ、例えば発展途上国とかみたいなのが広まって、なぜかタイでラーメンやるみたいに儲かっちゃった人がいるみたいな。外貨の獲得はね、結構今後ねビジネスのキーになっていくような気がしますね。面白い事例があって、天丼屋を海外でやってる人がいるんだけど、はい、天丼一杯数千円取ってる。なぜかっていうと、ジャパニーズフード高いっていう印象をちゃんと根付け側で与えられてるんだって。寿司と同じみたいなポジションを天丼で取ってるの、1杯5,000〜6,000円とか取れちゃう、ね、うわすごい美味しいよね。それすごいですね。日本人からしたら天丼と寿司ってまあ全然違うものだし、単価で言ったら5倍から10倍変わるわけじゃん。でも海外の人って分かんないから、天丼イコールジャパニーズフードイコール寿司イコール高いみたいな図式になってて、そういうのでマーケットを作っていって、海外で物価が高いかつそういうブランドを活用できて高い価格が取れる、それで現地の人を雇用して FC 展開していくみたいな感じだとめちゃくちゃいいよね。今後さ、そういう外貨獲得の具体例とかをまとめたオンラインコミュニティとか、外貨で稼ぐことを専門としたオンラインサロンとかってあったらめちゃくちゃ人増えていくなっていうふうに思ったりします。まちゃん外貨獲得したいとかないの？あんまりなかったです。まだそんな考えないよね。普通にスモールビジネスやってる状態では為替リスクとか考えないもんね、基本的に。でも周りのちゃんとやってる経営者は為替のこと考えてるよね、はい、金融がゴール感ありますよね。そうそうそうなんだよね。そこのこともちゃんと考えられるようにならなきゃいけないなって思ってる、うん、今回さ投資先が上場したんだけど、そこもナスダックアメリカの市場に上場してすごい時価総額いい感じについたんだよ、うん、もうこれもちゃんとそういう視野を持ってないと海外上場させようみたいな感じにならないわけ。ファンドに投資して、ファンドがその会社に投資してるんだけど、そこの投資先の社長すごいなっていうふうに思ってみたりとかするんで、どんどん視野を広げていかなきゃいけないですね。インフルエンサーの中だったら佐古さんが金融系一番ですよね。いやいやいや、そんなことないよ。結構マジでそう思う、ね、まあいろいろ話すもんね。動画受けはしないのよ、専門的すぎるから、はい、ちゃんと考えなきゃいけないよね。だって借り入れ額とかうちの会社が一番大きいんじゃないかな、うん、その辺も本当に強いなって思います。あんちゃんも決算書出たら借り入れしたらいいよ。全然高校行ったらすぐ通るよ。多分行ってちょっと書類出したら借金してるよ。意外といけんだなみたいな感じになるから、しっかり見るのもちょっとおすすめ。まずは来週パリでサクッと100万ユーロぐらい稼いでもらって。100万ユーロ1.5億ぐらい1.5億欲しいな。頑張ろうということで、今回のフリートークはこんな感じで終わりにしましょうか、はい、概要に LINE のマガジン貼ってるんですが、そこはねビジネス特化してて、利益売上どうやってあげるのってお話とか、僕の具体的なビジネスコラムみたいなの発信してるので、ぜひそっちの方もチェックしてみてください。で今回登録特典として、僕が普通の大学生からたった4年で売上10億に至るまでの奇跡を満額したものだったりとか、他にもですね資本主義攻略の裏マニュアルっていう、どういう風にして資本主義をハックしていくのかみたいなのを解説したスライドマイス126枚、動画分数80分超えのセミナー動画プレゼントしますんで、そちらの方もぜひチェックしてみてください。では今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。